スノーマン、切っても切り離すことができない、滝沢歌舞伎タッキーにも、見に来てほしい。スノーマンの主演舞台、滝沢歌舞伎ゼロファイナル、4月8から30日、新橋演舞場の制作発表会見が8日、都内で行われた。今回がシリーズ最終作。いつも通り明るく、軽妙なやりとりの中に、9人はそれぞれ覚悟を滲ませた。写真世界でも活躍。 ラウール本場パリコレで初めて歩くメグロレン、25、スノーマンにとって切っても切り離すことができない舞台デビュー前から出演してきた。12年5月のステージ上でグループ名が発表され、2019年1月の新メンバー加入の契機にもなった舞台。言葉の端々に思いが溢れ出た。06年からジャニーズ事務所元副社長滝沢秀明氏が主演演出を務め、スノーマンは19年から主演を任された。 腹筋太鼓や偏面などの名物演目も受け継いできたが、昨年10月に滝沢氏が退社。同志の幹部隊だっただけに開催について議論を重ねたが、メンバー間の思いは同じだった。チャンスがあるならやりたい。9人の強い思いで実現にこぎつけた。